ジョン・バッカス・ジョン・ワーナー・バッカスは、アメリカ合衆国の数学者。初期の高水準プログラミング言語の発明者、バッカス・ナウアーキ法の発明者、また関数レベルプログラミングの提唱者でもある。ペンシルベニア州フィラデルフィアで生まれ、デラウェア州ウィルミントンで育った。ペンシルベニア州ポッツタウンのザ・ヒル・スクールで学んだが、真面目な学生だったとは言えない。科学を学ぶために、 バージニア大学に進学したが挫折し、アメリカ陸軍に入隊。ハバフォード大学で医療を学び始め、病院でのインターン時代に頭蓋の骨腫瘍と診断されたものの、手術は成功した。手術で頭にプレートを入れられ、9ヶ月で医療の道を諦めたが、後に自分が設計したプレートに入れ替える手術を行った。ニューヨーク市に移り住み、 ラジオ技術者としての訓練を受け始め、数学が向いていることに気づいた。彼は1949年にコロンビア大学で数学の修士号を取得し、1950年に IBM に入社した。IBM での最初の3年間、彼は SEC を使った仕事に従事した。最初の大きな仕事は月の位置を計算するプログラムを作成することだった。 1953年、プログラミング言語、スピードコーティングを開発、IBM のコンピュータで動作する初の高水準言語だった。プログラミングが難しいことから、1954年になるとバッカスはチームを結成した IBM704、コンピュータのためのフォートランの設計と開発を行った。これは、世界初の高水準プログラミング言語ではないものの、 広く使われた世界初の高水準言語となった。1950年代後半、バッカスはアルゴル58を開発した国際委員会の一員としても働いた。アルゴルはアルゴリズムを記述する際の世界的なデファクトスタンダードとなった。また1959年、ユネスコレポートにおけるアルゴル58の言語使用記述のためバッカスナウアー記法を考案。 BNF は任意の文脈自由な形式言語の文法を記述でき、その後のプログラミング言語の開発に重要な役割を果たした。これらの貢献からチューリング賞を受賞した。その後彼は関数レベルプログラミング言語 FP に取り組んだ。これはチューリング賞受賞の際の講演キャンプログラミング B リベレイティドフロムザフォンノイマンスタイルで述べられている。 この論文はフォートランを生み出したことへのバッカスの謝罪と受け取られることもあり、彼の研究していた FP そのものよりも関数型プログラミング一般の研究を盛んにする結果となった。FP インタプリタは 4.2BSD 上に実装されている。FP はケネス・アイバーソンの APL の影響を強く受けており、標準的でない文字も使っている。その後のバッカスは、 FP 言語の後継のフロリダの開発に注力した。フロリダは IBM 内部のプロジェクトであり、プロジェクト終了とともに言語の開発も終了し、論文もわずかしか発表されていない。しかし、この言語の革新的で重要なアイデアの数々は、アイバーソンの J 言語に実装された。 バッカスは1963年に IBM フェローとなった。1993年にはチャールズ・スターク・ドレーパー賞を授与された。1991年から引退生活に入り、2007年3月17日、オレゴン州アシュランドで死去した。2007年6月1日、小惑星6832、バッカスの名が付けられた。チューリング賞の受賞理由は以下の通り。 ありがとうございます。